馬久しぶりで可愛くてビビった。え、久しぶり？久しぶりだっけ。マサさん、タコありがとうございます。右側の青いのは何でしょう。なんだろうな。大橋さん、バラありがとうございます。3日も空けば久しぶりね。アバターソロエの時いたよね。だから久しぶりだっけと思ったら夏風邪ひいた。あら、私は風邪じゃないけど不調もではある。でも風邪はひいてない。クーラーが直当たりだから良くないかもしれないな。濃度一緒じゃん。昨日の途中ぶりですって。途中まで見た？途中から見た？まで。そう、直当たりだから。でも布団持ってきてる。そう、喉は不調です。でも元気。直当たりなんだよね。ちょっと風向き変えよう。え、クーラー23になってるんだけど。寒いと思った。寝てる間に押してしまったのかな。23になってた。ね、上に向けとこう。寝てる間に押してしまったのかもしれない。ラスト3曲の記憶がありません。一番大事なところ。一番大事なところ聞いてないじゃん。ラスト3曲。今日の巻き髪かわいい。ちょっとだけ。これ段ついてるんだよね。今日もエントリーナンバー44の動画見てましたって。そんな定期的に見るもんじゃないですよ。あれ、ユンさん、タコありがとうございます。もう何年も見てないわ自分のオーディション動画。アドルさん、結婚してギフトありがとうございます。あなたまで結婚してギフト。直樹さん、かわいいギフトありがとうございます。オリンピックは見てないです。見てない。今どんな感じなんだろう。あたいも今見てる。今 Now Now ですか。
いい感じ。オリンピック、そうなん、見てないやろ絶対。適当に言ってるだろ。本当？いい感じなの。いや、意外と好きです。へえ、じゃあちゃんと見てるんだ。いいじゃん。見なきゃね。無音でテレビつけようかな。リモコンないな。ちょっとリモコンがないですね。92年ぶりにメダル、馬、やばい、エアコンを設定変えた瞬間暑くなったと思ったら暖房にしてた。えらい暑いと思ったら暖房にしてた。やば、えらい暑なったなと思ったら暖房になってた。なんで温度上げる押しすぎて意味わからんな。暖房の23やったんかな。暖房の23になっとったんかな。そんな気してきた。え、暖房の23とかめっちゃ高いやつじゃん。電気代。え、暖房のボタン触ったんかな。さっき温度上げる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 ってしてたら触ったんかな。それかさっきまで寒って言った時に暖房の23にしてたかもしれない。なんでもいいや。熱くなってきたと思ったら暖房入れてた。なんか熱いって思ってきたら暖房入れてるやん。そりゃ熱いわ。寝る前にそれやると勇気ね。でも起きそう、暑くて。一回なんか冷房なくても寝れるかなと思って消して寝たら30分後ぐらいには起きたので、暑くて29度。だから起きそう。意外と起きれるよね。下げようかなこれ。今日の服はゾウです。カラフルなゾウさん、こんばんは。ミアリンさん、タコありがとうございます。タコ、タイっぽい。確かにそうかも。外国っぽいよな。奈良さん、タコありがとうございます。こんばんは。シンハービール飲みたい。何それ、シンハービールって。暑いな、なんで。あ、聞き出した聞き出した。今着てる T シャツはどこに魅力を感じましたかって。このワンポイントのデカさ。
そうお店で見た時ね可愛いと思ったんですよ。だからこれにジーンズとかでも合わせれるなと思って可愛いと思ったんです。特徴的なお店、こういうのがいっぱいあるところで買って、そう可愛いと思ったんですけど、これビーズみたいになってるんですよ立体的に。ほらシャカシャカビーズみたいになってます。噛みます。サイズ M とかなんじゃない？ミヤリンさんバラありがとうございます。ビーズはそんな取れないです。あのスカートに合う、あのギラギラの、そうよな、でもあのギラギラ金やけんな、そう銀やけんな。うちの奥さんがそういう T シャツ好きです。え、私のお母さんもこういうの好き。私も好きだけどね。私も私のお母さんも。昨日のカラオケは疲れましたかって？疲れたんかな、どうだろう。でもあの後カラオケでなんか食べて帰りました。お腹空いたからイカゲソの天ぷらとスマイルポテトとミニうどん、キッズメニューのミニうどん食べました。いつもはねカラオケでご飯食べないんですけど初めて頼んでみました。毎月行ってて大体初めて。本当は醤油ラーメンが食べたかったけど、さあ0時とかにあの醤油ラーメンはやばいじゃん。だからキッズメニューの290円のミニうどん、めっちゃミニなうどんにしたんです。えらい。いかげその天ぷらはあの1個ドーンのやつなんでいっぱいないのでって言って言い訳をしてそう食べてます。スマイルポテトは5個。さすがにねちょっと0時のラーメンはやばいかなと思って、ミニうどん、しかもキッズのやつにしたんですから意識高いです。夜ご飯食べてなかったんでね。でも一番美味しかったのはイカゲソの天ぷらです。あれめっちゃ美味しかった。あれ2個でもよかったな。1個売りなんですよ。これならラーメン、でも0時超えたらラーメンもちょっとねってなる。うどんもあんま変わらなそうやけどね。うどんの方が太いし。イカゲソの天ぷらめっちゃ美味しかった。本当はイカゲソの天ぷらだけでやめるつもりだったけど、イカゲソが美味しすぎて、あじゃあポテトもいっちゃおう、うどんもいっちゃおうみたいになって、あのイカゲソ美味しいからこれから毎月食べよう。カリカリです。しかも揚げたてだった。あったかくて揚げたてです。天ぷら
天ぷらって揚げるって言うっけ、揚げたて。奈良さんタコありがとうございます。そんなに美味しかった、そうイカゲソの天ぷら、あれは美味しかった。しかもコスパいい方だった。タコの天ぷら、タコの唐揚げとかも食べたかったけど、カラオケって割高じゃないですか。だからね、なんとかも考えて食べた。でもラーメンは安いよね。ラーメン600何円でイカの唐揚げ600何円なんですよ。ラーメンに600円出せるけど、イカの唐揚げに600円は高いんで。ラーメンは安い、イカの唐揚げと同じ値段だった。タコ食べるなら配信中の方がいいよ。確かにその考えはなかったわ。なるほど、ミキヤくんタコありがとうございます。なるほどね、配信中にタコをちらつかしてタコ代を回収しようっていう最悪な頭脳だ。汚れて考えの持ち主でごめんなさいって。で、全く考えなかったわ。そんな、まだそこまで汚れてないんだ私の心は。ミキヤくん、ミキヤくんじゃないわ、ヤスルパンさんタコありがとうございます。ウドムさんタコありがとうございます。清らかです。なるほどね、じゃあ配信中に食べるならタコか。何があったっけ、クモは食べれない。こんばんは。クマ、クマむずくない食べるの。クマちゃん温泉のクマ連れてこんというかやん。キズナさんバラありがとうございます。鹿？鹿？鹿ギフトある？ないでしょ？あ、ジュースか。ハワイアンジュースか。むず。アイス、アイス。ホゲノさんお寿司かかたんありがとうございます。なぜ今熊肉の缶詰、あんまりないね食べ物は。じゃあタコだけか。あ、お寿司かってこと。わあ、そこまで働かんよみんな頭すご。じゃあ私がこれは鹿ですって出したらそれってことか。お寿司かかったん。ヤスルパンさんお寿司かかったんありがとうございます。それを狙ってたんじゃないのって。え、すごすぎ。うどむさんタコありがとうございます。服部さん守りたいこの笑顔ありがとうございます。もう何か入ってないか確認したくなるわ。
守りたいこの笑顔。何も入ってないね、食べ物。タイ。あ、タイが入ってるわ、本当だ。やば。ミキヤ君、面白い女。ありがとうございます。入ってないよな。おもし。もし。おもし。ないね。すごいね。タイ、守りたいってことか。じゃあ私がタイ飯食べたらいいってことか。タイ飯食べてたら守りたい、守りたいギフト。すごい頭の回転早いね。タイ飯食べましょう。家でタイ飯か。鯛めし、家で食べる鯛めしは炊き込み系の鯛めしなんだよね。宇和島風じゃなくて混ぜてるやつ。そう、家であんま食べんけど、食べるとしたらあの混ぜ込み系の鯛めしなんですよ。お寿司何が好き？エビ、カニ。炊き込みの鯛めしです。でも宇和島鯛めしの方は簡単に作れそうだよね。鯛のお刺身買ってね、醤油と。意外？何が好きそう？でブリとかも好きですよ。でも魚系あんま食べないんだよね。エビとかなカニとか。回転寿司に行ったら、まあ、エビとエビ系食べて、スシロー最近行ったんですけど、カニ味噌とかですかね。あと茶碗蒸し。何食べたっけ。そぶり美味しいですよね。でもエビ系ですね。回転寿司企画楽しかったよね。不意にああいうなんか面白い企画来るよね。イモース、なんか鼻悪いから味しない。これね、胸広さんタコありがとうございます。なんか YouTube っぽい企画面白いよね。鼻、鼻大丈夫？喉から鼻に行きました。どこから？喉から鼻？あれ、ま、喉はまあまあ痛みはだいぶなくなった。たまに咳が出るくらいです。こんばんは。おやすみメール送ろうかな。そうね、喉ヌール。私喉系の薬めっちゃ持ってるんで。喉ヌール。おやすみメールどれにしよっかな。これでいいや。ちょっと変な顔やけど、メールでしか見れない。おすすめのお薬、喉なんやろ。いっぱい買ったんやけど何が良かったかな。
でも喉のウイルスプレーはめっちゃ良かった。ちょっと半年前ぐらいに初めて使ったんですけど、鼻スプレーは使ったことあるけどさ、喉スプレーを使ったことなかったんですよ。でもめっちゃ効く。ああ、飴は龍角散がいいですね。それはそう。喉ヌール。龍角散味が好き？え、結構強くない味。マジ？ある、ありますよ。龍角散めっちゃ効く。舐めてる間は喉痛くない。あ、イメージと違った。そう、これはコンビニですぐ買える龍角散です。袋のやつではなく配柱型の。車運転するときに欠かせなくなりました、龍角散。マジ？目覚まし的な。チョック付き。で、持ち運び用にめっちゃいい。カバンに入れれる。これコンビニで買ったんですよ。パパッと、駅のコンビニで。あった。せやな。これでも結構持つんですよね、私雨。普通に 2,3 時間持つんですよ、これ。それは言い過ぎやな、2時間持つ。1時間半は余裕ですね。2時間ぐらい持つんですよ。いけるんかな。なんか寝る前に食べてるのになかなかなくならなくて寝れないんですよ。でも絶対1時間半はいけるから、2時間いける。あ、入れてるだけなんかな。今日リモートズームあったんですけど、ズーム中ずっと舐めてて1時間ぐらい全然なくなってなくて、2時間ぐらい持つんですよ。こんばんは。意外と大きいんですよ。意外と大きいんですよ。入れてるだけとかあるんだ、口に。へえ、どうしたらいいんだ。じゃあ転がしたらいいってことか。確かに、ずっと私右に入れすぎて右の口の中がふやふやになったりする。あのお風呂で手がふやふやになるみたいに、ずっとここに置いとったらふやふやになる。30分ここに置いとったらここはふやふやになります。転がさんというか、あのね、
転がします。こんばんは。高校野球見てないです。まひなさんがツイートしてるのは見たけど、高校野球とかどこで見るの？テレビ？アプリ？昨日はね、ちゃんと七並べの一押しガチャしました。今一押しガチャ中ですよ、七並べ。一押しガチャはちゃんと引くようにしてるんです。地元のローカルテレビ？へえ。柔道？オリンピック？高校の時、球場に応援しに行った。マジ？吹奏楽部や。70回回して UR 出なかったから諦めました。え？マジ？一押しガチャ回したら揃うくない？私揃ってるよ。ほら。ちゃっかり。へえ。なんか一時期七並べやってたからコインめちゃめちゃまだあるんですよ。だから一押しガチャを毎月10引いてます。コインがあと1、10、100、1000万、10万、100万、195万あるので、そう、昔貯めたコインが、そう、コインはね無料でもらえないんですよ、メンバー。そう、ハートは無料でもらえるけど、コインはもらえないですけど、コインは、そう、前に自分で貯めた。課金してないよ。めっちゃやってたんだもん、だって1ヶ月間毎日朝5時から24時とかもあったんで、貯まった。戦闘力みたい。19000、違うわ、100万、195万。字が書いてあるのは普通ですかって。普通どういうこと？レアとかってこと？戦闘力、ローモ版の脳になっとるやん、今やってる。どんちゃん、あら、ありがとうございます。イベントなくなったね。イベントない。でもまだチェキのプレゼントとかもあるんでしょ。うどむさん、タコありがとうございます。今月はない。
不定期なんだ。なんだそりゃ。むず。あれこの前あったよね、チェキ。不定期なんだ。へえ。どこ見たらいいんだろう。そうなのか。ね。前は毎月あったのにね、チェキぐらい、チェキぐらいっていうか、チェキすぐ取れるけんさ、毎月にしたらいいのにね。厳しいのかな。下のアイコンにある時出てる。へえ。なるほどね。アイコンが手に入らん。アイコンはマジで出ん、全然。自分のアイコンが欲しくてめちゃめちゃ回したもん、私も。こんなに回して3種類ぐらいしか持ってないから。4種類とか3種類とか。マジでない。ふい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 。これで4種類ぐらいしか持ってない。めっちゃある。そう、結構ね、コイン使ってるんですよね。一番多いのはマリーナ中東部男子。275人、これ275個ある。これいらんよな。200回ぐらい前引いてるんかなってことになるよな。めっちゃあるよ。結構定期的に引いてる。ね、交換したいよね、ポイント。ちょっとでいいの、ちょっとのポイントでいいけんさ、ね、5ポイントとかでもいいから変えてほしいな。50コインとか、1個500コインだから、まあ20コインでもいいや。20、1個捨てるごとに20ね、交換欲しい。コインに交換したい。イカッチ。ね。いらないの消したいね。消すだけじゃもったいないけん、何かと交換したいよね、普通に。コイン。ポケモン GO みたいに捨てたら卵もらえるみたいな。なんかこたつに入ってる人みたいな。これ N クールですよ。だから冷たいんですけどね。そう、こっち側 N クールでこっち側毛布みたいなやつ。 N クールです。ちょい寒い。あとクーラー作ってるんで、めっちゃいい定位置だ。ここ青くない、これ灰色。エドクールいろんな色あるよ。青だけじゃなくてピンクとかもあるよ。
ミニマロンさんタコありがとうございます。寝れますね。あとは枕、あと枕があればでかいな。完璧な。おやすみなさい。完璧ちゃんだ。いい場所。ここいい場所だ。でかいサメ。いいいいなんて。めっちゃだ、なんかダメ人間になりそうな場所。人をダメにする場所だここ。ここでテレビ見たら最高だ。サメ欲しい。サメはね、100センチぐらいかな。その場所にいないのにダメ人間になる。ノーダメージって、もともと人をダメにする場所。これね、20回ぐらいで撮れたよ。そんなしてないか。これは15回ぐらい。でも1回200円だったんだよね。だからまあ結構してる。あ、でも私のお金じゃないので、企画なんですよ。だから私が欲しくてお金かけたわけじゃなくて、企画で取れるまでってやつ感じだったんで、15回ぐらい撮りづらかったですね。そう、1回で撮ってもよかったんだけど尺がねってね。そう、スイカはね1回で撮ったんですけどね、尺なくなるんでね。いや、そう、もらえた。最高の配信スタイルでしょ。あとね、もう一個撮ったものあるんですよ。ペコちゃん、まだ配信で見せてない気する。ペコちゃんは雨ミルキーですね。太郎さん、バラありがとうございます。ミルキーです。大きいミルキーです。ちょっと取りに行くのが大変なので見せれませんが、大きいミルキーをゲットしました。見た目はめっちゃでかいのに中身はあんまり入ってないやつ、厳選あるある。最近断捨離はねしてます。でもまたしたいなって、ちょうど昨日の夜思って、まあ今日とかにしたいなって。あの食べれるやつミルキーです。まあ取りに行ってもいいんだけどね、もう一度ここに座ってしまったら立てないです。
賞味期限あるけん早く開けんといかんね。ミルキー、取ってこようかな。この話の流れだと絶対今紹介した方がいいよね。絶対しないよね、今後放置してるんだよね。頑張って取りに行こうかな。とっちゃんバラありがとうございます。ミルキー取ってこようかな。ちょっとさ、一瞬固まりますね。ただいま。ふう、戻ってきた。早いでしょ。ペコちゃんティー。一瞬です。帰ってきたよ。私が取った3つ目、3つ目のあのメールで送ったことあるわ。あれ、なんかで送った気がする。こちらです。じゃかじゃん。なんか送った気もするな。これでーす。私の顔ぐらいある。ミルキー。あ、賞味期限1月だわ。全然いける。これです。そう、でもこれ中ね見たんですけど、普通のミルキーが入ってる。だから普通のミルキー入ってるだけだから開けたくないよね。これちぎらんと開けれんくて、ほら頑丈にテープで止まってて、これちぎらんと開けれんのんですけど、ちぎったらもうミルキーじゃなくなるやん。これがミルキーが2袋入ってた。2袋。まあ開けてもいいんだけどね。いつか開けるから、どうせいつか開けるから、今日開ける。ハサミどこやったかな。ミルキーが2袋入ってるんですよ。いつか開ける。もう開けちゃうよ。これもう袋きなくなるけど、でもまあ開けるタイミングはもう今ないので、いつか開けるからもう今日開けます。いつか開ける。
あ、確かに、またテープで止めれば。確かに。開きました、じゃーん。もうこんな感じですね、じゃーん。こんな感じです。わ、静電気。まあもういらないね。そう、カプセル、ミルキーが2つ、ほら、こんな感じ。出してかぶせれば、まあ確かに復元することはできるけど、こういうことですよ。厳選のお菓子はあのカプセルとか大きいだけで、中身はこんなもんですよ。食べっ子動物の箱、大きな箱とか取っても、中身は食べっ子動物2箱とか、2箱か、2箱みたいな。グミの大きな箱を取ってもグミ2袋みたいな。お菓子はだからゲームセンターでは取らない。そう、大きい食べっ子動物の大きな可愛い箱だ、いっぱいお菓子詰まってそうと思っても、多分大体2つぐらいです。これさ、この中にさ、この中身入れたくない？そう、でもゲームセンターでお菓子は私取らないんですけど、取ってるたまに友達のとか見るといつも中身少ない。きちねさん、ジュースありがとうございます。2025年1月、全然溶けてないです。硬い、どちらかというと。ほら、開けたら食べなきゃいけなくなる。食べるよ、すぐやろ。入れました。じゃーん。カプセルごと冷蔵庫に入るかな。こんな感じでした。こんな感じでした。以上、芋を擦れ取ったもの3つでした。3回戦だったんでね、3つ。今食べたいけど、ちょっと龍角散入ってるんで食べれません。今はミルキー食べたいけど、龍角散中なのでまだ食べません。このカプセル、なんか何入れたら可愛いかな。チーカは入らんか、入らんかった。ちいかわ、ぬいぐるみ入れたら可愛いなと思ったら、え、ヌメラ小さいじゃん。もうちょっとジャストサイズがいいな。宇宙服かなって。見て、耳、みきゃん小さいじゃん。もうちょい大きい
どれぐらい小さいもの入れてもさ、なんか微妙じゃん。バリーさんぐらいがいいのか。バリーさん、ガムテープを入れて、ジャストサイズぐらいが良くない？モモンガも入るけどさ、小さい、ちょうどいいかも。ジャストサイズぐらいが可愛いんですよ。ほらほら、モモンガは小さい。じゃーん、ジャストサイズぴったり、ぴったりじゃーん。卵みたい。確かにひよこやけんちょうどいいんじゃない。ひよこ、ここに見ちゃう。お見事。浮かべて海流に流したい。誰がゲットしてくれるやろう。愛媛の詰め合わせセット、海に流せば叶うかな。可愛い、ジャストサイズ、バリーさんがちょうどいいわ。埼玉には海がないから Wi-Fi 拾えない。どんまい。まあミルキー入れにしとこう。しばらくはミルキー入れときます。おままごとしてるみたい。UFO キャッチャー、はい、 OK。 しばらくはミルキー入れ。カプセル、そう、ミルキーでした。帽子になった。寝る時の帽子みたい。ナイトキャップ。ミキヤ君かわいい、ありがとうございます。寝る時の帽子みたいじゃない。おやすみ。ナイトキャップになった。そう、でかいミルキーをね開封したの。そしたら中身があれです。シャンプー後にかぶりましょう。ちょうどいいサイズ。タカさんバラありがとうございます。ミルキー、私の頭がミルキーですわ。
と目を離したらめっちゃ可愛くて笑った。可愛いこれ変じゃない。ミルキーです。ミルキー、ヤスルパンさん、かわいい、ありがとうございます。ミルキー人間以上、ミルキーでした。こんばんは。これでぬいぐるかわいい、かわいい、見て、なんかたこ焼き屋のおっさんの鉢巻きみたいな、たこ焼き屋のムンゴさん、いいね、ありがとうございます。ウサギって耳隠したら栗まんじゅうだよね。ほら栗まんじゅうや。ミヒヤくん、タコありがとうございます。たこ焼き屋のおっちゃんですよ。たこ焼き屋のおっちゃんのハチマキ。かわいいです。に見えてきた。嘘、全然違うやろ。さあもういっぱい遊んだのでさよならします。さよなら、もういっぱい遊んだ、さよなら。この柄のバンダナ欲しい。ありそうじゃない。小さい頃あったよ、ミルキーのバンダナ。あ、なんかミルキーのお菓子買ったらついてくるやつあったな。ミルキーのバンダナ懐かしい。昔はお菓子買ったらおまけみたいなのついてくるの多くて、ミルキーのバンダナ集めてた。さよならした。目がかゆい。大橋さん、バラありがとうございます。寂しくなった。ミルキー中身はいるんで。背景が寂しいんかな。グッバイ、グッバイ。オッケー、これでいいだろう。ボールにしか見えないモンスターボール。こちらもグッバイ、グッバイ。爪まだ変えてない。
でも買える予定、予約はしてます。こんばんは。ミルキー買ってきますって、影響されとるやん。歯にくっつくよ、やめといた方がいいよ。歯にくっつくよ。今日怖いテレビ見てない、あったの？それは TVer で見なければ。歯にくっつく、へえ、あったんだ。へえ、見なきゃな。その折り方は今する、ミルキー、なんか袋とか、あ、折りがち、捨てたけど。ホラーやってたんだ。今ホラー映画やってるよね、あの子は誰みたいな。渋谷凪さんの、映画行きたいな。録画してるから後で見ます。私もじゃあ配信終わったら見るわ。こんばんは。ね、TVer にある。最近 TVer が便利すぎてね、もう録画とかしなくても TVer で見れちゃうから。録画してない。ライスさん、タコありがとうございます。今日の配信は23時頃にまでにします。23時頃、何ポケ、あー、なるほどね、東京しか映らんやつ、テレビ東京みたいな。うん、そうね、便利便利。早く寝ようね、早く寝る。こんばんは。喉はね、今のど飴食べてるからめっちゃ楽ですわ、本当に。今40何分持ってますよ、飴。ほら、やっぱ2時間ぐらいいけそうなんだよね。結構転がしたけど。そう、鼻声なの。今日月曜だからドラマ見なきゃ。のど飴、龍角さん、私夏風邪じゃないんですよ。普通にホテルの乾燥に喉がやられたって感じ。風邪じゃないんだよね、ホテルあるあるです。愛知の、愛知で泊まった時にさゆり、え、それ告知見た。最近めっちゃあの告知見る。なんだったっけな、なんか誰か女の人をみんなで守るみたいな、なんとかさんのボディーガードみたいな、ホラーじゃないけどめっちゃ映画で。ネカフェも喉やられる。そう、私ホテルでやられた。だから風邪とかじゃないからめっちゃ元気です、超元気です。あ、赤羽本猫か。そう、それめっちゃ流れてくる。昨日もカラオケでずっと流れてて、うどん食べてる時とか気になってきた。赤羽本猫のボディーガードみたいな。
元気分けておくれ。そこ元気だよ、そういう時に。そこ元気。タオルを伸ばしたらいいね。それかお湯ためるとかね、お湯沸かすとかね。何もしてなかったわ、久々で。もう乾燥とか脳になかった。速攻元気でエネルギーチャージ。でもああいうエナジードリンクとかってさ、なんか本当に元気出る気するよね。元気出るんよね。私はめっちゃ結構信じてる派だから、めっちゃ元気なれるタイプなんですよ。なんならもう買っただけで元気なれるタイプなんで、買ってカバンに入れとくだけでなんか元気になっちゃうんですよね。お守り。そう、疲れた時に飲むものは持っとるしっていうね、心の強さもある。しんどくなったあの速攻元気持っとるしみたいな、カバンの中に。そう、そんな心強さもあるんですよ。そう、疲れたらのちゃんと飲むもの持っとるっていう安心感とかでもう買って満足。大事、ね、カバンに入れときゃいいです。お守りじゃダメなんですよ、エナジードリンク。エナドリ。しかも夏はご飯あんま食べれんくなるけんさ、ああいうゼリーなのいいよね。私も研究生の時は夏全然ご飯食べれんくて、ゼリー系の飲み物で過ごしてたから、ああいうのでご飯食べれん時にあれでエネルギーチャージ。ん？ね、ゼリー飲みやすいし、お腹も膨らむ。いいことだらけ。すばらー。風邪の時には吸うゼリー。確かに、だよね。ご飯そんなバクバク食べれんよね。そういう時にね、いいですね。チューチューゼリー、チューチューゼリー、愛媛の。スーを差し上げます。スーって何？あ、携帯どっか行った。どこ行ったっけ。あったあった。新型コロナに何回かかかった人がいる。今流行ってるもんね。気をつけないと。チューチューゼリー、そろそろ賞味期限だって。食べて食べて。そう、髪色は戻りました。黒。ちょっと黒 T 着てるからちょっと黒っぽく見えないけど、白飛びで黒です。そう、アバター、新アバター、それ。8月5日。チューチューゼリーちゃんと食べてね。食べれんくなっちゃうよ。箱で買ってくれた方々。飾ってたら食べれんくなっちゃうよ。あれ、シールだけ剥げるけんさ。シールだけ取っとくとかもできるので。
シールだけ保管しておけるので。飲んでよー。疲れる。携帯にいますね。知ってる。でもあれシールの絵柄乱暴にしてたら剥げるから気をつけないとね。傷ついたら絵柄が。絵柄も剥げるんで気をつけてください。携帯ケースとかに貼ったら剥げる。携帯の中やな、中に挟むじゃないと。外側につけてたら絵柄取れますんで。気をつけてください。賞味期限って意外と来るの早いな。だいぶ先だしよって思ってたものでも来るの早いね。危ない。まだ先やけん、まだ食べんでいいやって保管しとったものとかも気づいたら過ぎてるから、そうさせないように食べないと。ケースの上だとマジで励ますってね。私もケースの上につけてたら絵柄も取れてきたけどさ、ちょっとハゲハゲになってきたから。ケースの中やな、つけるとしたら。経験者は語るじゃん。ミルキーは1月はまだまだだよ、さすがに。8、9、10、11、12、1、半年もある。ラミネートしてしおりとかに作ったらね、そんな手間めっちゃかかるけど。メンバーに配ったら一緒に。確かに。でも意外とね、ペロって食べるんですよね、私。ミルキーいつもあの袋を買うんですけど、あの袋結構食べるんですよね、すぐ。絶対食べれる。一個食べたら止まらんくなるけん。一個食べたらもう一個食べよ、もう一個食べよ、めくだけ食べよって、いっぱい食べてる。ミルキー、カッパエビセン懐かしい。最近見てないな。カッパエビセン、カッパエビセンコンビニある？最近コンビニはないか。あるんかな。久しぶりに食べたい。まだある？あんまり見かけんよね。ローソンとかお菓子コーナー結構見るんですけど、あんま見かけんくなった。スーパーならありそうやけどね。スーパーだけなんか。美味しいよね。お父さんが好きでかっぱえびせんよく食べてた。かっぱえびせん。うちのパパも好き。お父さん受けいいんかな。お父さん好きよね。
お父さんが好きなお菓子はじゃがりことかっぱえびせんとおにぎりせんべいです。その3つ、じゃがりこサラダ味とかっぱえびせんとおにぎりせんべい。同じ昔からあるから、お父さん系がいいんだ。若くないよ、おじさんだよもう。おにぎりせんべいもう美味しいよね。美味しい。今かっぱえびせんの気分。こんばんは。おにぎりせんべい小さいやつと大きいやつあるよね。大きいのかじる方が好きかな。苦手なお菓子？え、辛いやつとか？激辛くんみたいな、カラムーチみたいな、辛。あと梅とかもあんま好きくないかな。梅辛いのとか酸っぱいのはあんま得意じゃない。刺激物。こんばんは。私もじゃがりことか好き。好きです。あ、でもシゲキックスは好きなんだよな。うん、でも辛いのと酸っぱいのは。じゃないかな。なの。じゃがりこは誰でも好きだよね。嫌いとか聞いたことないもん。とりあえずお菓子買ってきてって言ったらじゃがりこ買っとけばいい。じゃがりこ用意しとけば喜ばれる。イカは酸っぱくても平気です。辛くても平気。イカ辛いの美味しいよね。イカ辛薄塩ポテチ。終わろうかな。じゃああと3分ぐらいか。みきやくんかわいいギフトありがとうございます。そこもなんとか。58分。じゃあ終わろっか。終わろっかね。じゃあ終わります。ダンジ編みます。13位どんちゃん、12位大橋さん、11位コロンさん、10位理化学研究所さん、9位宗弘さん、8位翼欲しいさん、7位アキアンさん、6位キツネさん、5位ベホゲナさん、4位ヤスルタンさん、3位
ミキヤくん2、ハットリさん1、ウドムさん、ありがとうございました。柔道見る？いいね。最近暑すぎて外に出る気にならない？わかる、わかりみ。ということで、おやすみなさーい。喉大丈夫です。まだ喉飴います。ということで、おやすみなさい。最後まで起きてました？まあね、まだ23時だから、0時じゃないからね。花だれももうちょっとですね。花だれは1日です。私が出るやつはあと3日。早く治りますように。早く治します。いっぱい寝ます。ということで、おやすみなさーい。またねー。おやすみなさーい。おやー。ではでは。